うの昌磨をさらなる高みへ誘うボレロ。ランビエールとの絆で歩む世界一への童貞。うの昌磨を世界一になれると信じるランビエールコーチが振り付けをしたボレロはうのにとって史上最高傑作になるに違いない。全復活の呪しを上げた瞬間だった。2年半ぶりの自己ベスト更新。 平昌五輪以来、悩み苦しんだ時間を過ごし、涙を流したこともあった。時に回り道をしながら、それでも一歩ずつ前に進んできた。そして迎えた、特別なシーズン。世界一になれると信じてくれる人の絆が生み出す四国の、ボレロが、宇野昌磨を、さらなる高みへと誘う。文、沢田里子。 北京五輪シーズンのフリー、ボレロには、うのしょうまの個性と魅力が詰まっている。うのしょうまの今季フリー、ボレロは、支持するステファン・ランビエールコーチが振り付けている。ボレロは、1984年、サラエボ五輪アイスダンスで優勝した、ジェーン・トービルクリストファー・ビーンがフリーで滑り、 芸術展ですべてのジャッジから満点の評価を得たフィギュアスケートにおいては特別な名曲だ。ランビエールコーチが選んだというボレロはよく使われているものとは趣が少し異なるバージョンでその選曲にもランビエールコーチが見せたいうの,のの個性が感じられる。 ボレロを披露した4月のアイスショースターズ・オン・アイスで、うのはテレビ局のインタビューに答え、すごく運動量の多いプログラムになっていますと説明しているステファン・ランビエールコーチと作っていて、これからもブラッシュアップしていくと思います。なるべくこの運動量や動きを保ってより良いものにするのはいいのですが、 ジャンプのためになくならないように、これ以上の演技ができるように、シーズンを迎えていきたい。ボレロの最後を飾るステップは、濃密で激しく、今までにないようなうのの動きが見られる。うのの表現力に対する、ランビエールコーチの期待が込められた、ステップと言えるだろう。ステップの途中で見せる。 バレージャンプについて、うのは両足で着氷するのが難しいことを説明した上で、次のように語っている。なんかステファンらしい振り付けだなとも思いますし、またなんかやっていて、かっこいいんじゃねって思ったりするし、難しいけど、やりがいがあるって感じですね。プレミアム音声サービス、オレロにかけるうのの思い。 たとえどれだけ打ちのめされても、4種類5本の4回転、2本のトリプルアクセルを組み込む、ボレロのジャンプ構成は、難度の高さにおいて、世界屈指と言っていい。今期初戦のジャパンオープン、10月2日の前日練習の際、うのは、ボレロにかける熱い思いを語っていた。正直、クリーンにできる確率は、 現状かなり低いものだとは思っていますけれども、たとえ明日失敗しようとも、このワンシーズン通して、このプログラムを完成させたい。自分がこのプログラムをできる段階まで成長して、世界のトップと戦える選手になりたいという気持ちを込めて、たとえどれだけ失敗して打ちのめされても、これをやりたいと僕は思っています。 特に宇のの意欲が現れているのは冒頭の4回転ループだ。平昌五輪シーズンを最後に試合では飛ばなくなっていた4回転ループに今季は出場した3試合すべてで挑戦しているジャパンオープンでは4回転ループで点灯。続く4回転サルコーは2回転になってしまい。 さらに、四回転トーループでも、着氷で前傾して、セカンドジャンプをつけられなかった。しかし、うのの決心は揺らがない。どのジャンプも一つ一つやった時の成功率は上がっていても、どうしてもプログラムを通した時に、ループとサルコー、この二つの高難度ジャンプが、なかなか安定しない。 これを次の試合に向けてどれだけ重点的に練習できるか、どのようにして改善できるような練習をしていくかというのが僕の今後の課題になるのかなと。また今回は後半になるにつれていいジャンプを飛び始めていました。ちゃんとこの後の試合でも こういう高難度構成で前半失敗しても崩れない基盤となるプログラム自分を作っていければいいなと思っています。またジャパンオープンでは振り付けたランビエールコーチのイメージ通りの表現を目指す意向を示してもいる。ボレロではステップの最後に短く入っているうののトレードマークでもある。 クリムキンイーグルについてもっと入れていくのかと問われたうのは何とも言えないですねと答えている。ステファンコーチがどこに入れたいのか。プログラムのイメージというのは振付師の方がイメージしているものだと思うので、振り付けていただいたものを最大限イメージ通りになるように表現していくのが僕の仕事かなと思います。 今日もどうしても頭がジャンプをメインに考えてしまったので、ステップや表現力に意識がいくような試合が終わってこの場ミックスゾーンに座っている時にちょっと表現力があって言えるほど余裕なプログラムをできるように今シーズン中にやりたい。君が世界一になるには何が必要だと思うランビエールの 問いかけ、課題の4回転ループについては、今季2戦目となるスケートアメリカ10月21日24日でも手をついてしまったが、3戦目の NHK 杯11月12から14日では、今季初めて加点のつく出来栄えで成功させている NHK 杯では続く4回転サルコーも決めており、 鍵となる冒頭二つのジャンプを克服したものの、宇野本人は後半の四回転フリップが二回転になり、四回転トーループでもセカンドジャンプがつけられなかったことに目を向けていた。今季の試合ジャパンオープンとグランプリシリーズのスケートアメリカで滑ったときは、 最初の二つを失敗していたので、追い込まれた状況の中で、後半まとめる、そういった力が出ていたのかなと思いますが、今回のようにうまくいってしまうと、また後半での緩みが少し出てしまったんじゃないかな。合計点で自己ベストを更新しての優勝という結果にも、うのはすごく嬉しいですけれども、 一刻も早く帰って、もっと今回見つかった課題を練習したいと意欲的だった。もっともっともっと難易度の高い構成をできるように、練習をもっとしていきたいとも考えています。そのモチベーションの高さの理由として、うのはランビエールコーチの存在を挙げている、自分を支えてくれている皆さんの期待だったり、 僕が世界一になれる実力を持つことができると信じてくれている。ステファン、いろんな人の期待に応えたいと思って、僕はもっとできるんじゃないかって。2006年、鳥の五輪銀メダリストであるランビエールコーチは、うのにこんな問いかけをしていたと言う。君が世界一になるには何が必要だと思う 宇野の答えはジャンプだった。スケートはすべての要素があって成り立っているということは自覚しているのですが、最近の傾向や点数の出方を見ると、ネイサン・チェン選手がいる限り、やはりジャンプを飛ばないと2位3位狙いはできたとしても、1位は無理だと、たとえその結果4位5位になっても1位を目指すためには、 そのリスクを背負って試合に挑まなければいけないと思いました。うのはランビエールコーチと食事をしたマネージャーやトレーナーからも間接的にランビエールコーチの自身への期待を聞いていたと言う。それだけ強い思いで見てくれている。それに応えたい。その思いがうのの視線をさらなる高みへと向けている。 二人の絆が世界一へと押し上げる北京五輪への童貞。うのは NHK 杯の会場で受けた優勝者インタビューで再び世界のトップで競い合う存在に戻ってこられたと発言している。なぜそう実感したのかと問われたうのは次のように答えた。僕が今回やった演技で自分が満足しきっていない。 というところが、まず一つと、スケートに対する気持ち。スケートに対する日々の気持ちというのは、公式練習一つ見れば、どの人がどれぐらいの気持ちでやっているのか、なんとなくわかる。これは、周りと比較するものではないですけれども、自分の精神状態がトップを目指しているところに存在できているなということを、 周りの雰囲気から実感していますし、僕はもっと上手くなれると自分では思っています。2020年の初めに正式にウモのコーチに就任したランビエール氏は当初から教え子に大きな期待を寄せていた。僕からは彼の限界は見えません。彼は自分自身に挑むのが好きです。オリンピックチャンネルより ランビエールコーチが振り付けに込めたイメージ、そして世界一になれるという期待を現実にするため、うのはボレロを滑る。